ローザ・アボットはタイタニック号の乗客である。彼女は二人の息子と共にタイタニック号に乗船してアメリカ合衆国を目指していた。三人は事故に巻き込まれて海に転落したが、ローザのみが救命ボートに救われて生き延びることができた。タイタニック号の事故で海に転落し、その後生還を果たした乗員乗客の中で唯一の女性として知られる。 結婚前の姓はハントと言い,い、1873年にイングランドのバッキンガムシャー・アイルズベリーで生まれた。アイルズベリーで成長し、後に家族と共にハートフォードシャーのセントオールバンズに転居した。1894年にアメリカ合衆国に移民し、ロードアイランド州プロビデンスに落ち着いた。1895年にはロンドン生まれのスタントン・アボットと結婚した。 スタントンはボクサーで、後にミドル級チャンピオンになるほど強い選手であった。二人の間には、ロスモアと友人という息子が生まれた。ローザは満ち足りた家庭生活を送り、地元のグレースエピスコバル教会でも積極的かつ献身的に奉仕した。やがて、スタントンのボクサーとしての成功が、ローザの幸福に影を落とした。夫婦仲は修復不能なほど悪化し、 1911年に別れることとなった。ローザは息子たちを伴ってホワイトスターラインの客船オリンピック号でイギリスに戻り、裁縫師として働くとともに、救世軍の兵士としても活動した。ただし、ローザは息子たちにとってイギリスでの暮らしが幸せなものではなかったことに気づいて、1912年4月にアメリカ合衆国行きの船を予約した。その船とは、 タイタニック号であった。ローザと息子たちは4月10日にサザンプトン港からタイタニック号の3等船室に乗船した。戦場でローザは近くの船室にいるエミー・スタンレー、エミリー・ゴールド・スミス、メイ・ハワードと親しくなった。4月14日の深夜、乗客たちがすでに眠りについていた時にタイタニック号は氷山に衝突した。ローザのいた船室は船尾付近だったために 衝突の衝撃は少しだけしか伝わってこなかった。4月15日の午前12時15分に客室係が各室のドアを叩いて急を知らせライフジャケットを着用するように警告した。ローザたちは船室から通路に出て他の乗客たちと共に後部 E デッキの3等区画の階段付近で次の指示を待っていた。指示を待ち続けているうちにも 床面の前方への傾きがはっきりわかるようになってきたため、ローザと息子たちはシーデッキの左舷側看板まで登っていった。左舷側で乗客の避難誘導を指揮していたのは二等航海士のチャールズ・ライトラーであった。誘導に当たっていた船員の一人から女性は通ることができるが息子たちは一緒に行くことはできないと拒絶されたため、ローザは 自分一人だけ助かるわけにはいかないと乗船を拒んだ。午前2時10分にタイタニック号の選手は完全に海面下へと没した。ローザは息子たちをしっかりと抱きかかえて甲板に立っていたが、今度は船尾の方が急角度に持ち上げられた。もはや甲板に立っていることもできず、3人は摂氏マイナス2.2度の冷たい海に投げ出された。息子たちは 激しい水流に押し流されて、ローザの腕からもぎ取られるように姿を消した。ローザ自身も海中に2回引きずり込まれたが、2回とも木材類にぶつかったために海上に浮上できた。ローザは息子たちの名を呼びながら、しばらくの間氷の海を泳ぎ続けた。ローザを見つけたのは、折りたたみボート援護だった。 男性二人が彼女をボートの上に引き上げた。折りたたみボート英語はタイタニック号沈没の際に海上に流れ出したボートで損傷がかなりあった。ローザのように海中から救い出された者や自力でボートにたどり着いた者を含めて30人ほどが折りたたみボート英語の上にいた。このボートは横のキャンバス部分まで浮かぶこともできず船べりは 水面とほぼ同じ高さで水が出入りしていた。折りたたみボートエゴーに乗った人々の中で体力の尽きた者が一人また一人投資していき、その度に船べりから海上に降ろされていった。折りたたみボートエゴーに最後まで残った人々は十数人まで減っていて、女性はローザのみであった。冷たい海水に膝まで浸かるような状況の中で、 折りたたみボート英語の人々は気力を奮い立たせるために歌を歌い続け、朝6時に後藤公開し、ハロルドローが指揮する救命ボート14号に救われた。ローは折りたたみボート英語にいた生存者を救命ボート14号に乗り移らせ、救助のため近づいたキュナードラインの客船カルパチア号の方へと進路を変えた。ローザは肋骨を数本折っていた。カルパチア号の船内では、 ほとんど病室から動くこともできなかった。ニューヨークに到着した後、彼女はマンハッタンのセント・ビンセント病院に入院した。ローザの息子たちのうち、当時16歳のロスモアが4月24日に大西洋上で見つかり、名前入りのメダルなどから身元が確認された。ロスモアの遺体はハリファックスに持ち帰られることなく水槽された。当時13歳の友人は、 ついに行方不明のままであった。タイタニック号の事故は、ローザの残りの人生に精神的にも肉体的にも大きなダメージを与えた。重症の全息発作を含む呼吸器の疾病に加え、息子たちの死がさらに追い打ちをかけた。それにもかかわらず、ローザは別の三等選客の大家族政治一家のことを気の毒に思っていた。ローザのこの心情について、 タイタニック100年目の真実の著者、チャールズ・ベレグリーノは3頭の乗客のうち子供が3人か、それ以上いる家族は全員が命を落としたことを指摘している。ローザは1914年3月にエミリー・ゴールド・スミスに宛てて政治一家のことについて手紙を書き送った。私はしょっちゅうあの家族のことを思います。あんな素晴らしい大家族が、 それも全員が失われるなんて、それを考えるとよく頭がどうにかなりそうになります。ペレグリーのピアニッシも357から358。ローザは1912年12月16日に長年の友人だったジョージ・ウィリアムズと結婚してフロリダ州のジャクソンビルに定住した。1928年にはジョージの父親の財産の件でイギリスに戻った。 同年にジョージは脳卒中で左半身麻痺の状態になり、ローザは介護に当たった。ジョージは1938年に死去し、ローザは余生をアメリカ合衆国で過ごそうとしたが、第二次世界大戦の勃発などによってそれは叶なわなかった。ローザは1946年2月18日に高血圧による心不全で73歳の障害をロンドンで終えた。 新帝タイタニックがわかる本 P137 では、友人の年齢を9歳としている。本校では、エンサイクロペディアタイタニカの記述を採用した。エイミー・スタンレイとメイ・ハワードは、当時24歳と27歳の独身女性、エミリー・ゴールド・スミスは、当時31歳で夫と、当時9歳の息子フランクと同行していた。3人とフランクは救助されたが、 エミリー・ゴールド・スミスは夫を亡くしている。A.B. タイタニックがわかる本では、この事故の夜は8歳以上の少年たちは皆、青年男子とみなされ、母親が右舷と左舷のどちらに連れて行くかで、その運命が決せられたことを指摘している。左舷側担当のライトラーが、女性と子供優先を徹底的に守っていたのに対して、右舷側で乗客の誘導を担当した伊藤航海士の、 ウィリアム・マクマスター・マードックは男性に対しても、比較的寛大に対応し、ボートの定員に余裕がある場合は、その乗船を許可していた。AB 資料によっては、発見されたのは、友人の方と記述しているものもある。本校では、エンサイクロペディア・タイタニカなどの記述によった。創作に従事した、マッケー・ベネット号、ミニア号、モンマグニー号、アルジェリーン号の4隻と、 カルパチア号の戦場で死亡した人や他の客船が発見、収容した遺体を合わせると合計で337人の死者が確認された。そのうちハリファックスに持ち帰られたのは209人の遺体で残りは水槽された。水槽されたのは身元につながる手がかりが全くない人や事故による損傷が激しかったために防腐措置ができないと判断された人であった。 政治一家は、イングランドのケンブリッジシャーから、フロリダ州のジャクソンビルを目指して、一家11人で乗船していた。事故に遭遇して、一家全員が死亡したが、遺体が確認されたのは、当時14歳のアンソニーだけであった。ペレグリーノは、イングランド出身のグッドウィン一家やスウェーデン出身のアンデション一家などの例を挙げている。政治一家は20歳の娘を頭に、 末の男の子は4歳の9人兄弟姉妹で両親と共にフロリダ州ジャックソンビルを目指していた。これらの家族は全員が事故で死亡した。ありがとうございます。